年も始まりましたジェイモーチャンネル、10月の最終金曜日ですね。はい、自己紹介させていただきます。今月のマンスリー MC をやらせていただきました、原智子パスタともぴです。今日もこのメンバーで盛り上げていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、このメンバー1人目じゃん。はい、桜井梨紗子です。こんばんは皆さん、トリックはトリート、梨紗子に何かください。今日もよろしくお願いします。イエーイ。こんばんは、サリオンこと佐々木涼子です。台風も近づいてきてるんですけど、台風に負けずメラメラ燃えて楽しみましょう。よろしくお願いします。はい、お願いします。なんだっけ、はい、涼子のモノマネマネマネ。よいしょ。あれ、さあ、このコーナーはですね、チーンとかそうそうそう、あれまでモノマネをさせていただいて、はい、先輩方にも一緒にやっていただこうという素敵なコーナーです。やだ、マジ何かわかんないんだけど、聞いてない。じゃじゃん。ん、なんて読むんですか。千と千尋の神隠しの青ガエルさん。千を出せ。千はどこに行った。千を出せ。千はどこに行ったんだ。あっちに行ったんだな。ありがとう。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。アップル発言で、はい。ちょっと待って。出ました。ありがとう。また友達出てきた。じゃあ行きます。カエルさんです。いきます。線を出せ。線はどこだ。線を出せ。わっはっはっは。あ、しゃべった。あれじゃん。線はあっちだぞ。ありがとう。以上です。うわあれ、こんなしゃべった。おい、線を出せ。線はどこだ。線を出せ。いらない。それ私いらない。線が来た。線どこ行った。もういいしかもんなんだ。夏メロを歌うので皆さん当ててください。おー、はい、80年代。はい、春色の汽車に乗って海に連れて行ってよ。はい。皆さん当ててください。あれ、これって80年代ですか。はい、はい、今海に連れて行って。私も思ってた。あれだからね。ちびまる子ちゃんのおじいさん。あのね、おじいちゃん流血してるんですよ。いいっすか、いきます。
寒いのは嫌いなんじゃ春よ来い。ボワーン。おじいちゃん。え、おじいちゃん怖い。おじいちゃん目がおかしい。おじいちゃんちょっとこっちかな。おじいちゃんちょっとね。おじいちゃんどうした。マッキーグシャーって。おじいちゃん怖い。よし、まだまだね。お腹すきましたね。どうぞです。あ違うです。この入ってるじゃない。お腹すごい空いてて今、それどうでもいいんですけど、このまるこちゃんのおじいちゃんで書こうとしたんですけど、あーで終わりました。あ、これ野口さんになったから。確かに。まるこ髪の毛こうじゃないの。ギザギザこうでしょ、まるこ。野口さんとおじいちゃんがなんか手つないでお散歩に行って、野口さん、あ友と散歩に行きたい。かわいい。マルコかけませんでした。太陽が近い。太陽、これおじいちゃん頭テカってるみたいな感じ。かわいい。マッチョだ。マッチョおじいちゃん。おじいちゃん元気だね。元気。うわあ、かわいい。どんぐりって言われてるよ。どんぐり？うん、若かりし頃の友蔵ってやる。確かに。若い。はい、桜井梨紗子です。梨紗子の桜のイマージュ見に来てください。ブログ待ってます。イエーイ、イエーイ。はーい、原智子、パスタともっぴです。こんばんは。はい、今発売中の東京ウォーカーに載ってるので、ぜひパスタを探せをしてください。見てない方見てね。それから11月の16発売のウォーカーにも出るので、パスタを探せしてください。あとは月刊原智子という番組を毎月やっております。11月も更新しますので、ぜひ月刊原智子見てください。そういったもろもろの更新内容はこちらの原智子パスタともっぴのたもたも日記で見れるので、ぜひアクセスしてください。ペタコメントお待ちしてます。皆さんいつもありがとうございます。そしてですね、月刊原智子といえば、じゃん、こちらの月刊原智子 DVD 第1巻プラス2アルファという長い名前で DVD を出させていただいてます。2枚組になってまして、こちら2アルファ1つ目はですね、メイキング集プラス NG 集ですね。あとはときめきパスタという DVD ゲームで遊べるようになってますので、ぜひまだ遊んでない方、ときめきパスタというパスタゲームで遊んでみてください。こちらの冒険を通販サイトでお買い求めできます。お願いします。それからじゃん、ジェモチャンネル DVD 第7巻発売しております。皆さんこちらも、ピンクのパッケージ2010年8月から9月分収録されています。ダイジェストでは見れない内容がですね、こちらに集まっておりますので、ぜひぜひこちらの DVD の方もお買い求めいただけたら嬉しいなと思います。お願いします。はーい、イエーイ。はい、こんばんは。サリオンこと佐々木涼子です。ただいま発売中の東京ウォーカーさんの方に載させていただいてるので、ぜひチェックしてみてください。あと今週の31日にですね、トースポさんの撮影会の方にも出させていただきますので、ぜひとも遊びに来てください。あとですね、今日来てくれたお友達のカオナイさんと一緒に皆さんお待ちしてますので、ぜひともお待ちしております。ありがとうございます。はい、それでは来週も金曜日11月に入るけど、ジェモチャンネル8時にクリックして見てください。